皆さん、こんにちは。前回からですね、ちょっとやや人物伝のようなものをこう続けてやっていこうかと思いまして、まあ、前回は武田勝頼の妻、を取り上げました。で、今回お話ししますのは中村久子っていう、これは近代の、女性になります。で、実はこの中村久子というのは障害者なんですね。両手両足がないわけです。で、この女性を取り上げた理由っていうのは何かと言いますと、まあ、特に、まあ、今日申し上げたいことが何かということなんですけども、ただ手足が不自由だからと法律で社会から隔離したり、あるいは社会から排除したりする、そういう社会と、みんながむしろ障害者から学び、みんなの力で障害者を支えていくという社会と、果たしてどちらが人道的な社会と言えるのか、そのことを、この中村久子の物語を通じて考えてみたいというふうに思うわけであります。まあ、そのいわゆる体が不自由になった方をですね、これを社会からこう隔離してしまうという考え方、これは本当につい最近まで、ヨーロッパではそういう形が捉えていました。まあ、度重なる戦乱がありますと、戦乱の後には必ず腕を失ったり、あるいは足を失ったりというふうな人たちが生まれてきます。そういう人たちっていうのはもう社会の中ではむしろ邪魔な存在だというふうに考えて、そして社会からどんどん隔離をしていくということが、まあ、世界では広く行われていたわけです。ところが日本社会というのは実は全く違う仕組みを取っていたということを学んでみたいと思います。昭和12年、の出来事なんですけども、ヘレン・ケラーって、まあ、名前聞いたことあると思うんですが、昭和12年、1937年です。この時にヘレン・ケラーが来日をしました。ヘレン・ケラー57歳の時であります。この時、日比谷公会堂でヘレン・ケラーに大きな日本人形が渡されました。渡したのが今日のテーマであります中村久子さんという当時41歳の女性であります。大変大きくて美しい日本人形なんですが、この作りもですね、もう写真で見る限り本当に見るからにしっかりとした作りの写真になっています。で、この日本人形を作った人がですね、中村久子さん、冒頭申し上げた通り、実は両手両足がない、両手両足がないにもかかわらず、中村久子さんはこの日本人形を、口を使って器用に縫って、でこの人形を作り、ヘレン・ケラーに渡しているわけです。中村久子さんというのは明治30年1897年の生まれです。岐阜県北部の高山で生まれました。飛騨の高山で、まあ、有名ですよね。そこで生まれました。大変な豪雪地帯でして、冬は深い雪に埋もれます。ちなみにですね、この飛騨の高山のあたりっていうのは今は非常にこう寒いところになっていて、で、まあ、この何百年の間っていうのは、まあ、大変なこういわゆる寒冷地帯という状況になっていたんですけども、6000年ぐらい前は地球全体の気温が非常に高くてですね、この飛騨の高山のあたりが一番まあ住みやすい、そういう時代もどうやらあったようなんですね。で、その時代には実は高間ヶ原ってもう万年の単位の長い歴史の中で日本全国あちこちこう転々としてるんですね。これ気象状況の変化で、万年の単位で言ったら本当に気象状況が劇的に変わりますから、樺太ぐらいの寒い、九州が樺太ぐらい寒いところになってみたり、あるいは青森とか北海道あたりが最も温暖で、住みやすいところになってみたり、まあ、いろいろこう本当に万年の単位で考える時っていうのは気象状況が大きく変わるわけです。まあ、そういう意味では、まあ、そういう意味では飛騨の高山っていうのはもう本当に古い時代から人が住んでいたところであるわけですけれども、ただまあこの何百年の間っていうのは大変に寒いところになってるわけですね。で、いわゆる豪雪地帯であって寒いためにですね、中村久子さんはなんと2歳の時に凍傷を患ってしまいます。で、その凍傷というのが最初は左足の甲
だけだったんですけれども、ところが次第に広がっていきまして、左手、右手、右足へと広がっていきました。そして脱走を引き起こすんです。脱走っていうのは体の細胞組織が壊死していくことを言います。そしてこの壊死した部分っていうのは今度は腐敗菌に感染するんですね。そうすると人間の体がですね、肌色ではなくてまるで墨を塗ったような真っ黒な状態になります。本当に腕がこう真っ黒とかね、手足が真っ黒になっちゃうんです。本当に黒いですよ。これが脱走と言われている症状なんですね。でそうなっていく過程の中で実は激痛を伴います。2歳の赤ちゃんですからね、まあかわいそうですよね。でその真っ黒になっちゃったところというのはすでに組織が死んでしまっているわけですから、この部分は切り取らなければならなくなります。中村久子さんの場合には両手両足が脱走を起こしていましたので、両手両足を全て切り落とさないといけないということになってくるわけです。まあ、そうしなければ感染部位が体全体に広がってしまって命が失われてしまうわけですね。切れば命が助かります。まあ、両手両足をね、けれども両手両足 が失われるわけです。切らなければ死ぬんです。家族は親戚まで集まって大変に悩まれたそうです。そして幾度となく心臓会議が行われ、決断できないうちに左手が手首からポロリと崩れて落っこってしまった。結局右手は手首から、左足は膝とかかとの中間から、右足はかかとから切断するということになりました。これが中村久子さんがまだ3歳になったばかりの時のことです。で7歳の時にお父さんがお亡くなりになります。10歳の時には弟さんが亡くなりました。おばあちゃんとお母さんは久子さんをただ甘やかす育て方はしなかった。おかげで久子さんは口を使って器用に文字を書き、さらには編み物までできるように育っていったそうであります。大正5年1916年、20歳になった久子さんは地元高山を離れて上京して横浜で一人暮らしを始めました。そして母と再婚したママ父っていうんですかね、継父ですね、まあ、お父さんに見世物小屋に売られました。見世物小屋では久子さんをだるま娘として見世物にして、久子さんがすいません、手足のない体で裁縫や編み物を見せる芸を披露しました。ちょっとひどい話だと思うでしょ。続けます。後年久子さんは当時を振り返って次のように語っています。障害者だからといって恩恵にすがって生きれば甘えから抜け出すことができません。一人で生きていく、そう固く決意しておりました。実際久子さんは生涯を通じて国による障害者保障を受けることをしませんでした。彼女は見せ物となって全国行脚して生計を立てながら結婚して二女も設けています。そして昭和12年には来日したヘレン・ケラーと会って口を使って作った日本人形をヘレン・ケラーに送ってるわけですね。これが久子さん41歳の時です。で久子さんは50歳頃から執筆や講演などの活動を始めました。彼女は講演でご自身の奇異な老いたちを語るとともに自分の体について恨まず、むしろ障害のおかげで強く生きる機会をもらったと語りました。中村久子さんの言葉です。無手無足、手がなくて足もないは、私が仏様から賜った体です。この体があることで私は生かされている喜びと尊さを感じています。人は肉体のみで生きているのではありません。人は心で生きています。人の命はつくづく不思議なものです。確かなことは、自分で生きているのではない、生かされているのだということです。どんなところにも必ず生かされていく道がある。すなわち人生に絶望なし、いかなる人生にも決して絶望はありませんと、このように久子さんは講演で語っておいでだったそうです。昭和43年、1968年3月19日に中村久子さんは脳一血のため高山市天満町のご自宅でお亡くなりになりました。享年72歳です。でこの物語を通じてですね、3つ大切なことを申し上げたいと思います。
それを後半でいきたいと思います。